家庭教育支援について皆さんは家庭教育って何のことかわかりますかこの動画では家庭教育って何だろうどんな支援があるんだろうということについて説明しています家庭教育の現状群馬県が行っている支援が5分でわかる動画ですまずはじめに家庭教育とは 家庭内で保護者が子どもに対して行う教育のことを言います。生活習慣や生活能力、人に対する信頼感、思いやり、社会的なマナーなどを身につける上で重要な役割を果たすなど、すべての教育の出発点といえます。しかし今、少子化や核家族化、地域とのつながりの希薄化などに加え、 経済格差による貧困問題と家庭を取り巻く環境は大きく変化し、子育てや家庭教育に不安を感じている保護者が増加しています。実際、文部科学省の調査結果にもあるように、約4割の保護者が子育てに悩みや不安を持っていることが分かっており、地域による家庭教育への応援が必要となっています。 そこで群馬県では子どもたちが健やかに成長できるよう社会全体で家庭教育を応援していくために群馬の家庭教育応援条例を制定しましまた。家庭教育の自主性を尊重しつつ行政学校家庭地域住民事業者等がそれぞれの立場で支援を行うとともに関係者の連携した取り組みが期待されています。 例えば地域の人たちが身近な存在として保護者と一緒に考え寄り添う応援だったり乳幼児期から学齢期まで切れ目なく続く親子の育ちの中で悩みを相談する機会を作ったりといった応援がありますではここで。 群馬県教育委員会はどのような家庭教育支援を行っているのか、具体的な取り組みとして一つ、ワクワク子育てトーキングという取り組みをご紹介します。ワクワク子育てトーキングは、群馬の親の学びプログラムを使って、役割演技などにより交流しながら、子育てについて話し合う学習会です。参加者が二人一組になって、親と子供の役になり、 親子のエピソード台本を読みます。台本に書かれた会話は途中までで続きを考え会話を続けます。親と子どもそれぞれの気持ちを考えたり自分の体験を思い出すことで参加者自身が自分の課題に気づくきっかけとなります。こちらの QR コードは詳しく紹介しているページです。気になる方はぜひチェックしてみてください。 これらの応援により、家庭教育に不安を感じている保護者が、子供の成長過程を理解し、子育てや家庭教育に見通しを持ち、安心できる。子供の成長過程でぶつかる子育てや家庭教育の課題に対し、自ら考え解決することができることを目指しています。ちなみに、県内には、いろいろな方法でこの応援をしている、家庭教育支援チームという団体があります。家庭教育支援チームについては、 詳しく紹介している動画がありますので、ぜひご覧ください。群馬県のホームページでは、施策や条例、様々な講座の情報がご覧いただけます。群馬、家庭教育支援で検索してみてください。また、文部科学省のホームページでも、家庭教育支援に関するたくさんの情報を見ることができますので、こちらの QR コードなどから、ぜひ検索してみてください。